ゴールデンウィーク初日、29日夜の佐渡両津港。遥か沖合に見えるのはカーフェリーの明かりです。まあ早くつけてほしいやな。乗客701人、100台余りの車を乗せて午後6時半到着予定だった桶狭丸、しけのため着岸できずにいました。4回目の挑戦で午後9時48分3時間余り遅れてようやく着岸。それでも波のうねりが強いためタラップがかけられず、乗客も車の積み込み口から降りてきました。今日は人が多かったんでどうなるかなと思ったんですけど、出れてよかったです。船内で混乱などはなかったということです。一方、南魚沼市の八海山ではカタクリの花が見ごろを迎え、県内外から観光客が戻りつつあります。まだね、やっぱり控えようっていう気持ちは根底にありますね。まあ出かけるときは、まあ十分注意しながらっていうことですね。八海山ロープウェイで雪が残る山頂へ。雪です、びっくりしました。真っ白。春にこんな雪があるとはもう思ってもいませんでした。気温は8度。観光客はキノコ汁で体を温めながら絶景を楽しんでいました。もう本当普段は見れなくて素敵な景色見れて最高です。今回は特に規制がねだいぶ解除になったんで、やはりこうやって出歩くことができるようになって本当に良かったと思います。新潟市のアイスリンクに登場したのはフィギュアスケートアイスダンスの高橋大輔、村元哉中ペア。新潟市が企画したフィギュアスケート教室に特別講師として招かれ、ジュニア選手20人を指導しました。1月の四大陸選手権アイスダンスで日本勢初の銀メダルを獲得した高橋村元ペア。世界トップレベルの美しい滑りを披露し、競技中の姿勢や足さばきなどを教えました。すごい綺麗で伸びてて、間近で見てこんな綺麗なんだってもっと感じられました。つま先の使い方など基礎を教えてもらいました。高橋大輔選手のような人を楽しませるような選手になりたいです。思い出に残るゴールデンウィークになりました。上越市の直越デゴイチレールパークでは連休後半に向けて何やら奇妙なアトラクションの準備が。それは大丈夫です。パネルにずらりと並んだのはバスの降車ボタンです。神奈川県のコレクター石田さんが集めた144個の降車ボタン、今回特別にレールパークで展示されることになりました。バスのボタンが好きなんです。押してよし、鳴ってよし、光ってよし、楽しいじゃないですか。コロナで長い間ずっとこういうのできなかったじゃないですか。やっとこういう時期が来たみたいなことを雰囲気は感じます。こちらのパネル、明日から5日まで展示され自由に押し放題です。